1, 2, 3, kick it. モテるための僕モテマガジン、されとって書くだけじゃなく喋りだって感じになれば僕モテクルーがトークで発信、ミーア僕モテポッドキャストボリューム238、よいしょー。どうも、私が司会を務めますラッパーの神鈴木白秋です。はい、俳優の小牧ですけです。俳優の亀田梨沙です。はい、どうも、今宵はこの3人でよろしくお願いいたします。しますが、冒頭お題を言っておきましょう。今週の、メインで語る映画のお題は、はい、また読み方忘れた、大場のりちか、大場のりちか監督のヒクロプス、はい、ヒクロプスでございます。はい。でございます。大場さん、実はですね、僕ら、遠からずで。そうなんですよね。入江監督の、まあ、僕らね、入江優監督が主催してますけど、入江優監督の太陽。はい。過酷な撮影で有名な。太陽の助監督をやられてた方。そうなんですね。僕も、以前ね、はい、年末のイベントですか、うん、に、新宿ロフトで、うん、ね、ロフトプラスワンでやったやつに、うんうん、太陽のスタッフでコメント、ゲスト出演してくださって、で、その撮影の時の裏話だったりとか、そう、いろいろお伺いしたと。うわ、助監督視点から語られると、面白いですね。僕もその時ご挨拶。そうなんです。その方の、一応自主映画なんだよね、くくりで言うと。あ、そうなんですね。確か夕張にかけて、うんぬんみたいなことじゃ、そうね、夕張国際ファンタスティック映画祭2018、シネガーワードと北海道知事賞を受賞した作品。へぇー。その時に、入江監督が、審査員ですね。そうそう、審査員ですね。先に、うん。それメインでゆっくり語っていきますが。はい。はい、というわけで、まあ、今週この3人ですけど、夏かね、いや、その前に梅雨はいつなの？梅雨はですね、沖縄入りました。そう、この間は入った沖縄が。いやいやー。例年より1週間遅れて、沖縄が梅雨入りだそうでございまして。そういうね。梅雨ってさ、嫌だって言うけどさ、意外と短くて一瞬で終わらない？短いですか？でも、まあ、なんやかんやで、でも、なんか、1ヶ月弱ぐらいはずっと梅雨みたいなことを言われてる気はしますけどね。俺ね、毎日出勤してた頃は、そう思ったけど、そんなに君ら毎日出勤とかしないの？全く。しないでしょ？はい。であれば、うん、そうでもないんじゃないの？まあまあそうなんですよ。実際ね。あとまあね、梅雨の時にちゃんとね、雨降ってくれないと。そうですね。そうそう、大地がね、うん、大地などね、実りがね。いやでもね、はい、ほら、10連休終わって、ね、10連休終わって、僕やっと連休始まったんですけど、それが終わって、うん、でまた今また連休始まったの。うんうん、もうよくわかんないよね。なるほど。そんな生活してませんけどね、小牧根くんとかね。いや、ほんと実は今ね、昼の12時から集まってやってますからね。そうですよね。お昼の時間のカラオケボックスは安いですから。そうなんです。ちょっと冒頭告知だけ。あ、はい。いよいよ来週5月23日、私 POP のワンマンライブが、渋谷クラブエイジアで、取り行われます。はい。オープンが6時半、スタート7時半。ワンマンというだけあって、僕らしか出ないので、7時半からまあ9時過ぎぐらいまで、完全ワンマンで。完全ワンマンで、1時間半ちょいぐらいやるんでしょうかね。うん、まあやりますので、僕もての方、ぜひぜひ、お越しいただければ。はい。まあ、当日でも僕もてって言ってもらえれば、普通の前売り料金3000円でね、入れるようにぐらいはできますのでね。すごい。はい、ご遠慮なく。はい。はい。私も。あ、小牧さんも来れるそうで、はい。はい、私もちょっと。私も行きます。あ、神谷さんも来れるそうで。ありがたい、ありがたい、ありがたいでございます。皆さん乾杯しましょうということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、こんな感じで今週スタートします。よろしくお願いします。まずはこのコーナー。今週のメルマガ MVP は誰だ？誰だ？ OK。はい。私は、毎週、配送している僕らのモテるための映画晴天というメルマガ、こちらが本職になっておりますが、はい、俺の連載の MVP を、そうですよ、決めていきますが、今週はボリューム324号でございます、うん、タイトルはですね、うん、岬の兄弟に初恋お父さんチビがいなくなりました、うん、俳優の演技を語ろう号ということでございます。関東圏ではですね、うん、まずは関東圏からですね、はい、入江優監督の新編雑記映画でモテると思ってたということで、はい、今週はですね、うん、ついに僕モテ YouTube をオープンしましたということで、アップされましたね。上がりました。今2本上がってますね。監督が編集してるんですよ。
レビュー監督が。はい、ちらりと見たら、テロップを入れて。テロップ入れるやつですよ。さすがでございます。超面白い。僕も映画メルマガを語るというのと、はい、ボリューム2がゴダールイメージの本を語るということで、うん、この後もまあ、多分おそらく、今後も不定期で、はい、僕もて YouTube の方、配信していくと思いますので、はい、で、この関東圏でね、家監督も書いてましたけど、ゆくゆくはというか、このポッドキャストもそうでしたけど、たまーにゲストの人が来てね、監督さんだったり、スタッフさんだったり来てくれたりするので、顔が見える。そうそう、YouTube とかでね、コンテンツになっていけばと。はい、できたらなぁ、という話、まあ、プラスね、はい、その映像としてこう残しておくことでね、うん、10年後、20年後まで。いや、でもこれはそうだ、YouTube って残るからね。まあ、僕、残る。僕らもそういう世代に来てますよね。うん、ログが何かしら残ってしまう人生。そうなんですよね。SNS もやってたりするとね、なおさらね。ということでね、はい、そのような関東圏でございました。続いて産業レビューが、はい、ございまして、はい、今週は何と言っても入江監督が猛烈に大量に見てるっていうね。新作、旧作。そうですね。アドフォークス監督のあの、特集。特集、私5月何が一番悔しいって、それも、うん、マリリン・モンローの出演作が2本あるんですよ。ああ、そうですね。そうか。で、前回見に行って、スクリーンでモンローを見れる喜びをものすごく感じしてたんですけど、カンベイ賞大好きだもんね。大好きなんですよ。でも今回見逃しちゃって悲しいっていう話でした。なるほどね。そう、ハワード・ホークス監督特集をものすごいたくさん見てたりとか、あとは、そのちょっと遅れて、うん、アンダー・ザ・シルバー・レイクとかね。アフリ関係だもんね。ヘレディタリーとかね。ヘレディタリー継承言ってましたね。今やってんだな、また。あれ、池袋じゃなかったですか？あ、そうなの？なるほど。そして、そのようなことで産業レビューがございまして、続いて、ボールペン画伯佐藤圭一郎の一コマ劇場映画狂人画報ということで、毎週、ボールペンイラストを描いていただいてるんですが、今週はですね、この、ポッドキャストでも取り上げる、キュクロプスを、はい。はい、言えてない。キュクロプスですね。技術を見てきたということで、ね、これね、すごく良かったんですよね。ちょ最後の文章だけね、はい、キャラクターの、絵が、メインキャラクターと思われる方々の、うん、そうですね、はい、完全に胸からはぐれて吠える映画のオス。レイトショーの私服に浸れというか。かっこよ。かっこよ。いやいやいや、ちょっとね、この後いろいろ話を聞くのが、はい、本編で楽しみでございます。はい、そして、続いて、入江優がちょっと真面目に考えた、モテる大人になるための映画術ということで、うん、今週の一本は、よし、うんこだけど、美咲の兄弟でございます。わかりますよ。わかりますよ。はい。これもね、これもまだ、アップリンク。いや、もっと普通にやってない、そんなことないかな。上映。いやー、ね、ロングランね。すごい。うんこ投げてんのに。で、イオンシネマ系とかでもね。そうなんですよ。すごいかかったんです。うんこ投げてんのに。うんこ投げる分析をちゃんとしたら映画監督初めて。確かに。ぜひ読んでもらいたいです、皆さんに。はい。はい。というようなことで。続いて、うん、カット職人林健一の終わった恋と映画を数えるということで、毎週映画のカットを数えていただいておりますが、うん、今週はハリーポッターと炎のゴブレットを数えてみたということで、うん、平成ナンバーワン映画を数えるシリーズですね。うん、平成ナンバーワン、うん、そう。とね。はい。と年度ごとのね。数えてると、少なからずハリーポッターを強制的に見る羽目になってる、うん、林さんじゃないからなんですが、シリーズ飛ばし飛ばしで、しかもハリーポッターを語るときに何か文句を言うっていう癖が割とあるっていうね。まあ、飛ばして見てるから乗れないっていうのも分かる。え、亀井さん見てる？私第一作だけ見ました。あ、でもその人多いよね。俺もそうなの、実は。そうなんです。あんまりね、知らないわけ。そうね、意外とね。うん、意外と。で、今週はね、林さんはですね、林さんらしいなと思ったのは、はい、魔法にも力学が欲しいっていうね。うるせえなぁ。まあ確かにね、魔法って言うと何でもありになっちゃうから、その辺のルールみたいなのが欲しいっていうのはね、まあ分からないじゃないですか。はい。続いて私でございます。はい、私はですね、俳優虫眼鏡っていうですよ。
俳優の細やかな演技にね、フォーカス当てて、そんな連載してるんですが、はい、私は今週はですね、はい、初恋、はい、お父さんチビがいなくなりました、を、見てまいりましたよ。はい、ちょっとね、はい、先週ね、愛がなんだ、を取り上げたんだけど、はいはい、これ多分この2作を、はい、合わせて話してる人って日本に他にいないと思うんですけど、できれば、なんかね、二つとも見ると、とってもね、なんていうのかな、日常感が。そうそう、両方とも日常感で、で、男女の生活を描いてるっていうところでは共通してるわけ。なるほどね。ただ、全く年代が違うっていう。もう50年ぐらいぶっ飛んでる。まあ、美人か。でもまあ。いや、でも50年近く、40年ぐらいはぶっ飛んでる設定。うん、まあ、専業主婦の、ネットの妻と、はい、定年後、はい、なんか将棋道場みたいなところに通いながら、うん、基本ブラブラしてる定年退職後の夫。うん、で、子供たちは、3人の子供たちはもう全員、うん、独立して家を出てて、うん、で、郊外の一戸建てに、二人で生活しながら、うん、猫ちゃんが、可愛い黒猫ちゃんがいて、チビっていうね。うん、黒猫。で、そのチビがいなくなっちゃってから、二人の関係を。そう、なんか今までまあ、なんとなくこう、うまいことやってた関係がちょっとグラグラし出してみたいな。はい。着せずしてよかったって感じじゃないですか。そう、割とね、うん、まあ、フラッと言う。まあでもね、倍賞千恵子さんと藤田さんが夫婦だから、すごいよ。これはね、すごいよ。これはいい。いや、まあいいだろうと思って見に行ったんだけどね。ちょっとね、本当に、面白かったんで。秘密でしたね。そう。うん。はい。書かさせていただきましたと。いうことで、はい、続いて私ラッパー上鈴木博士は全ての映画ヒップホップであるということで、はい、今週ドントウォーリー、はい、見てきました。ガズマンさんと最高傑作という触れ込み、ね、あったりね、で、まあ主演がホアキン・フェニックス、うん、小麦君が好きなジョナヒルも出てて、ね、ジャック・ブラックも出てて、そしてヒロインルーニー・マーラー、ね、名優、世代のというか、まあ現代の名優揃い踏みみたいな映画だったんですけど、なんか思ってた次元映画とちょっと違くて、なんかね、その車椅子になって漫画を始めた風刺画家の半生みたいな、ドラマだとさ、なんかこの今言ったキャストがわちゃわちゃしながらさ、涙あり笑いありって感じがするじゃないですか。意外とそうでもないという、見てもらいたいんだけど、ルーニー・マーラは何だったんだっていう。ちょっと書いてましたね。ね、見ました。あ、じゃあこれガチ話で、そう。ルーニー・マーラって何だったんだっていう、不思議な手触りもあったりするね。なかなかの映画でございましたね。ガスバンさんとはなんかちょっとこう、なんていうんですかね、こっちが思ってるのと少し、違った、なんかデコボコ作品によってあるけどね。結構前ダウンサイズ違うか。あ、いや、ダウンサイズはね、あれは、ダウンサイズは、また違う、あいつです。ダウンサイズはね、俺が、アレクサンダー、違う、じゃなくて、あれ？どっちだったっけ？リチャード・リンクレーターか、じゃなくて、じゃあそうですよ。アレクサンダー・ペインですね。ネブラスカか。そう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 。ね。わちゃわちゃ。ガスバンさんとはなんかその作品によって僕好き嫌い結構あるんですけど、一個前の、追憶の森とか。あれは珍映画でしたね。なんかちょっと珍映画だったりするし、でも一個前のプロミストランドは、なんか。あ、プロミストランドは変な映画だったな。バスシーンが最高っていうのがあったりしたんですけど、今回僕結構好きな感じでございましたね。なるほど。はい、そんな感じです。はい。続いて私、亀田理沙の、正しいロケの感じ方。今回は、肉を着飾るねじれた家でございました。いやー、肉を着飾るっていい言葉ですね。ねじれた家ね。アホサクリシティ。あ、そうです、そうです。アホサクリシティの中でも最高傑作。こちらも最高傑作って。出た。歌いがあって。で、まあ、ミステリーだしと思って、いろいろね、こう、苦戦会社が楽しみに行ったんですけど、まあ、本編はまあまあ、それでいいのって終わっちゃったんですけど、ちょっとびっくり、ある種びっくりな展開で終わって、最後の、グレン・クローズ様がもう、なんもあの顔はどうやったらできるんだろうっていう。たまらなかったのと、もう出てる女優陣の、あの、ふくよかさがね、日本映画じゃなかなか見られないふくよかさが、大富豪を主張していて、もうたまんなかったんですよ。俺初めて知ったんだけど、フランスは、
成人女性の平均体重が、うん、あ、そうなんですよ。日本人より10キロぐらい増えてるとか、うん、多いんですよ。面白いね。面白いです。その分は身長も日本人よりちょっと高いんですけど、うんうんうん、でも身長、運命に比べたら多分ちょっとぽっちゃりめというか、うん、むっちり女性が平均体重らしいです。美の基準ね。ええー。うん。確かにね、あれなの。亀井さんも書いてたけど、スペインとか、うん、あとね、メキシコもそうなんだけど、うん、そのね、そう、ね、特にヒップラインとかは、お尻大きい人が、そう、の方がやっぱセクシーで、うん、そう美しいね。とか、日本じゃもう、ぽっちゃりどころか、その上を言われてしまう体型がでもそうだね。なるほどね、うん。国によってそういう、ね、人物の描き方もあるんだなと思って。余計違うっていうね。余計違う、うん。ちょっと面白かったです。はい。はい、というわけで、はい、で、情報コーナーがございまして、うん、最後にですね、入江優監督と編集長によるプロ野球読書対談、明かりがついたら本を読もうということで、今週もですね、トゥイの日記のボリューム3まで来ましたね。うん、はい。ベトナム戦争の時の、うん、そのベトナム人の、兵士の人たちの、ついてた、うん、トゥイさんの、はい。日記なんですが、ちょっと、あれだったのが、まあ、確かにそうだよなと思うのは、白装リッチの話をちょっと引用してましたけど、うんうん、ベトナム戦争ものの映画って、うんうん、80年代とか多かったから、特に、うんうん、よく見てたの、子供の時とかに、洋画劇場とかでよくやってたから、まあ、プラトンとかさ、ね、そう、ハンバーガーヒルとかさ、かね、うん。地獄の黙示録は違う。黙示録はそうですね。あれ、ま、若干ちょっと変則的ですけど、あと、あのね、マイケル・ジェイ・フォックスがね、主演のね、それハンバーガーヒルじゃない？いや、あ、カジュアリティーズと、そうそうそう、とかね。うん。まあまあ、多かったの、ね、よ、割と、うん。うん。で、そこで描かれてる、まあ、当時はね、ベトコンって言ってたけど、そう、ベトコン。そう。まあ、要するに、ベトナムのコンバットとか、兵隊、うん、うん。要するに、アメリカ兵の人たちから見た、うん、うん。うん、要するにジャングルの、イメージとしてはさ、ジャングルの暗闇の中から突然襲ってくる、うん。うん。得体の知れない、ベトナム人兵士ね。うん。っていう、やっぱりイメージが、すごい、あるわけ。怖い、怖いイメージが来る。そう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 。要するに他者としての、うん。敵としての、得体の知れない他者としての、ベトナム人兵士、ベトコンっていう。の、なんかね、あ、やっぱ、刷り込みじゃないんだけど、あるわけ、うん。で、それは要するに、まあ、当たり前だけど、片一方の方から描いてるからっていうね。うんうん、まあ、そうですね。戦争もあった余計に。そうそうそう。で、白装リッチの日本人、あれ、沖縄戦の話だからさ、はい、日本人兵士が、やっぱりちょっとその、と、まあ、ベトナム戦争、アメリカが描いたベトナム戦争もののベトコン的な描かれ方をしてるっていうのはね、うん、ああ、まあまあ、確かにそうだよなって。ちょっとこう、得体の知らないゾンビ感が、やっぱあるのよ。そうね。うん。人ならず、な描写がね、うんうんうん。本当にベトコン強いって言われたしね。うん、音もなく現れる。うん。そう、で、第二次大戦中の日本兵もそう言われてたから。向こうから、アメリカから、うん、アメリカ兵からは、そうやって恐れられてたってところもあるらしいね。うん。うん、というようなね。はい。で、それをやっぱり、本で読むと、当たり前だけど、うん、視点がね、変わって。そうそう、変わると、その人、うん、まあ当たり前だけど普通人の人たちだし、っていうね。こちらからね、見え方も全然、ね、敵、うん、が抱いているものと違うでしょうし、うんうん。というような、はい、はい、今週だったんですが、連載でございました。はい、はい、私が MVP をですね、いただいておりますよ。はい、大川編集長よりですね、はい、今週の MVP は、はい、私、コマギンでございます。ありがとうございます。倍賞千恵子さんの演技を論ずる文脈の中で、
その演技をもしかしたら自分も含めた現代の俳優部ではもはや獲得できないものかもしれないと評した一文にドキッとしましたと。以前入江監督も二頭撮影時に時代劇の所作について同じようなことを書いていた記憶がありますが、このあたりの話をたまには小牧に聞きたいなぁと思う次第ですということでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて読者の DDD さんが勝手に送ってくれる勝手に読書賞ですが、はい、今週まだ届いておりません。あ、僕らもね。そうですね。ラジオをサボったりしちゃったんです。そうです。すいません。まあ、はい。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。メルマガ、ぜひ読んでください。お願いします。はい、ではメインのコーナー参ります。今週のモテムービーはなんだ？なんだ？今週は、はい。大場典親監督。はい。キクロプス。はい。こちらになっておりますが、はい。どんな映画か、コマキン。はい。コマキン、お願いします。あ、じゃあ私、ですね。妻を殺され、はい、その罪を着せられて、はい、投獄された男の、復讐を描くノワール劇ということなんですね。そうですね。まあ、ざっくりそれでいいんじゃないですかね。はいはいはい。そして今週見れてるのが僕だけだということで。そうなんですよ。まあ、今、テアトル新宿で9時からのレイトショー一発だけかかってますけれども、はい、私見れまして、はい、私がちょっとダラダラと行こうと思うんですが、まあまあ、今言った感じの映画ですよ。男の復讐ノワール映画。うん、でね、うんまあ、主演が、池内万作さん。はい。伊丹十三さんの。息子さんですね。息子さんですけどね。はい。で、あとね、斎藤、斎藤優さんかな。はい、が出ていて、はい、で、もう一人、この人は、佐藤幸三さんでいいのかな？幸三さん。佐藤幸三さん。まあ、この3人がメインキャストなんですけど、説明しますと、まず池内正が主演やられてるんですよ。はい。で、妻を殺され、た、濡れ切りを着せられて、刑務所に入りました。で、もう裁判も終わってしまって、もう、十何年も服役したと。うん、うん。で、そこに、刑事役である佐藤さんが来るんですよ。はいで、その時僕は巡査部長で、うんこの事件、本当は真犯人別にいると思ってるんです。ほうほうほう真犯人を僕は知ってるんです。ほうで、ちょっと役名に行くかな。まあ、篠原さんっていうのが主演なんですけど、池内さんの。まあ、役名ややこしいな。池内さんでいいよね。うん、顔浮かぶし。かぶる。池内さん、あなたさえ良ければ、復讐に手貸しますよ、うん。っていう警察がまず来るんですよ。へぇー。で、池内さんは、もともとただの工場を経営して、工場が破綻しちゃって、うん、借金まみれだった状況もあるんだけど、という、まあ一般人ですよ。が、復讐を誓うんですよ。うん、で、この二人で、うん。で、プラス、この警察役の佐藤さんが、実は、で、犯人はね、とあるヤクザだと。うん。うんそのヤクザ役が、ええ、杉山彦彦さんでございます。杉山彦彦さんといえばですね、はい、SR サイトもらった、はい、ワン、はい中国人研修生、リー君役役で、はい、でですね、まあ、僕らも、まあ、近しい、日芸の先輩でもありまして、ね、すごくひょうひょうとした、面白い先輩で、うん、面白い役も多いし、はい、最近で言うと、シンゴジラにもちらっと出て、廊下を歩きながら、そうですねややこしいセリフを官僚っぽく言う役だったりとか、うん、素敵なダイナマイトスキャンダルで、主演の人が、入ったイラスト会社か何かで先輩としている、うん、嫌な先輩。はい、髪の毛ぺったりしてね。ぺったりしてる嫌な先輩とか、まあ、やられてる、まあまあ、いろんな映画出てる、ねはい方ですけど、その方がまず敵役、まあ、ヤクザ役って珍しいじゃないですか、うん、彦彦さんが。そうですね。いや、ちょっと悪い役やってても、うん、割と、なんていうか、怖そうとか、怖くとっぽいね、うん。しっかりヤクザの若頭。ほう、若頭。若頭やられてて、実はこいつが犯人だと、言われて、うん。で、プラス、そいつの、組の下っ端で、実は、その警察に情報を流してくれた若手がいると。はぁ。こいつも、とある理由で、その若頭を殺すのに手を貸してくれる。おで、それやってるのが、斎藤優さん。はい。で、若い子。で、このおっさん二人と若い子三人で、手を組みながら、真犯人を追い込んで、殺すよっていう話なんですけど、あ、なんかちょっと裏が。ノワールか、まあ、ね、裏もあるんですよ。裏がありそうな。で、このノワール。ええ。
なんかもう韓国映画館ないですか、なんか。うん、で、もうちょっとやっぱルックはね、韓国のノワール感あると、まあ、チェイサーまでいかないけど、冒頭のシーンとか、あとね、うん、池内さんの顔もそうなんだけど、ああ、でもね、池内さんの顔はね、ちょっと確かにノワールっぽい、合ってますね。なんか、で、池内さんは出所してから、とあるちょっと田舎郊外の山ん中の汚ねぼろ屋に一応アジトみたいに一人住む、ね、人里離れて、でね、池内さん車でこう行動したり、何にもないもう机とベッドしかないようなぼろ屋に住んでたりするところを、ちょっと俯瞰から遠目に撮るとか、ノワールっていう感じがまあするわけですよ、うん、っていうように、そのまあ圭一郎さんも一コマレビューで書いてましたけど、最近の日本映画でなかなか見ないような話、うん、ノワール感があって、うん、で、拳銃も出てくるし、ちゃんと、あと殴り合いもあるし、血も出るし、みたいなのが、これ自主映画なんですかっていう、まあ、クオリティであるなっていうのが、まあ、結構最初のルックの印象ですかね。で、まあまあ、今、3人の味方と敵が1人出てきて、間にキーとなるバーで勤めている女の子が出てくるんですよ。で、これやられてるのがアコさんの方かな。で、この方が死んだ奥さんとそっくりなんですよ。てかもう1人2役やってるんですね。なるほど。うん、同じ顔で。このアコちゃんは、ヒコヒコさんの愛人らしいっていう因縁が。だから、まあまあ、一人二役やってるけど、まあ池内さんがそう見えちゃってるだけかもしれないけどね。でも一人二役やってて、だからその自分の妻との因縁も入り、復讐に行くわけですよ。じゃあ割とちょっとノワールっぽく、あのファンファタル的な、まあまあまあ、そう間にいるんですよ、いるんですよ、まあキーとしているんですよ。で、相手で、その彦彦さん演じる若頭は毎週金曜日にそのアコちゃん演じる女の子のマンションに行って、うん、その時には警備がいないから、そこ来週のその金曜日狙って行きましょうと。うん、でそのためにじゃあ池内さんは素人だから拳銃の練習しようって、若手のねヤクザが拳銃用意してきて、こういう打ち方するんですよつって教えたりとか、初め全然当たんないんだけど、だんだん当たるようになったりとか、で初めはさ、池内さんってもう一匹狼でもう自分の復讐にしか燃えてないから、誰も信用してないわけ。その若手、お前本当に大丈夫かよみたいな、俺はもう命かけてやるけどお前は命かけれんのかよみたいなのがあったりして、でもそこの二人が仲良くなるきっかけがあったりとか、それがちょっとなぜか将棋だったりとか、へーあるんですよ、うん、で、まあ、そんなこんながあって、実はいろんな裏があってエンディングに向かって、最後はみんなで銃撃するみたいなのもいいですね。いや、いいですね。そうそう、だからドワールって感じじゃない、すごく日本だけど日本じゃない感じがするみたいなね、なので結構すごい楽しかったですね。ほんと、健一郎さんの言葉もう一回言いたいですけど、男と銃、廃墟と海、女と犬、商業映画では見られない、描写の自由と歓喜、まあ、その通りだな、というふうにちょっと、日本でこれやったんだなっていうのがね。でも、自主でね、そのインディペンデントっていう体制でがっつり、そういうのがあるっていうのは、ね、しかも、まあ、完全にオリジナルなわけじゃないですか。まあね、本当、まあ、自主なのかどうかわかんない。まあ、でも自主だもんね、夕張り出してる。あんま関係ないか。でもね、すごいよ。ああ。そうそう。廃墟とかもいいし、見つけたね、この廃墟とかもいいし。いいんですけど、苦言もなくて、これって、日本語の問題なのかなと思うんだけど、結構強引ちゃ強引なわけですよ。一階の町工場の主人が殺そうと思って銃を持ってすげえやさぐれて、ヤクザにもうぶん殴って荒れちゃったりする、まあそんなキャラはあるじゃないですか、あるんですけど、まあ結構その細かい描写をとすっ飛ばす軽やかさも、まあそもそも映画にあってノワール的なね、細かい説明しないよっていう軽やかさもあるんだけど、で、例えばその、池内さんがとあるバーに行って、奥さんそっくりの女の人に会って、びっくりしました。で、なぜかその人は、池内さんのことにちょっと好意を持ち始めますみたいな、まああるじゃない。なんか、いいんですよ、その流れは。ただ、なんかね、そこにキャラの説得力が俺ちょっと足りないな、
っていう気もして、あこさん、あこさんでございます。あこさん側もそうだし、池内さん側もそうだし、なんかこのキャラ、ね、多少ざっくり雑に、ちょっと現実離れして進んでいくキャラクターがいっぱいいるわけですよ。ヤクザの女とか、拳銃を持ち復讐する日本の町工場の社長とか、ちょっと僕らのね、普通の現実とはちょっとレベルが違ったので、それを納得させれる演技というのか、キャラというのが、もう少しあったら、よかったなと。なんかちょっと軽いんじゃん、この言い方とか。この泣き叫び方って希望じゃんって思っちゃったりしちゃった。まあ個人的にね。でもしかして、でもまあその韓国以外でもそうなのかもしれないけどさ、やっぱ日本語の機微が分かっちゃうから、日本人の演技。外国の言葉だと。そう、だからどうしても、ヌックはなんかここじゃない街みたいに見えるんだけど、まあそれも多分僕の思考の問題ですけどね。なんかどうしてもその現実と映画の向こう側の間が綺麗にすっ飛んでいかないみたいなのか、まあ演技なのか、まあわかんない演出なのか、細かいことわかんないけど、そうそう。がちょっとね、なんかもう一歩あったら、もっとグググッと、これ、なんかさ、面白いゆえにね、みたいなところが、そうそうそう。ちょっと、あの、必ず見に行こうと思うんですが、あの、タイトルのキュックロプスって、あれ、あの、一つ目の巨人ですよね。ですね。神話に出てくるのかな。書いてありますけど、まあ、脚本も大場さんやっていて、自主制作映画ということで、フランス画家の、オディロン・ルドンの絵画、キュックロプスっていうのがあるんだけど、巨人が書いてある絵、着想を覚えて、描いた映画だそうです。そう、なんでね、まぁ、あ、ちょっとここもいいの、ノワールっぽくちゃんとね、一つ目になるわけよ。ああ、なるほど。皆さんは殴られて、目を片方、いいじゃないですか、記号としてすごく。とかもあったり、あと犬ちゃんも連れて、そう、犬ちゃんも途中野良犬を見つけたりとか、自分と一緒じゃないですか、みたいな。池井中さんも書いてますね。そうそうそう、みたいなのが。これからこれ、クロプスの絵って、これ多分、これ見たことあ、これ、そうですね。山の奥から。そうそう、割と有名ですな、これ。これがそのバーにね、飾ってあって。ああ、なるほど。イコール池内さんなのかなみたいなことがあったり。そう。監督はどこでこの絵を見つけたんでしょうね。まあ、有名ですね。まあ、有名ですけどね。で、まあ、小牧の途中で言ったように、結構いろんな裏返りもあり、ゴールしますよっていう。なるほど。テイストとしてはじゃあもうがっつりシリアスって感じ。シリアス、がっつりシリアス。ほんとがっつりシリアスです。そう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 。時間帯のレイトショーはいいわけです。ぴったり。いや、いいと思いますよ。なんかほんと自主映画って思うぐらいの。そう。いや、あの、やりたいんだな、これ。やって。ね、日本で拳銃の、自主映画でパンパンやってるからね。あ、でもそうです。それは結構、チョイスとしては難しいですね。あの、それこそ前に、同じ、まあ、ノワール的な感じでしたけど、あの、ケントカズ映画の時に、あの、庄司監督がゲストに来てくれた時に、やっぱ脚本自分で書いてる時に、拳銃を題材に出すと、リアリティもね。そう、もそうだし、予算的な問題もあるし、まあやっぱり火薬も使うしね、難しいから、扱ってるのは覚醒剤とかにしたりとか、ナイフとかにしたりとかっていう話はね、聞いてたんだけど。じゃあ本当は拳銃が登場したかもしれなかった。いやでも、まあしたいだろうね。まあ、例えばさ、ほら、予算的なとかさ、制約がなくてとか、そういうので、ヤクザとかってなるとさ、やっぱどうしたってね、拳銃使いたいなっていうところはあったりするのはすごいわかるわけ。そうです。杉山彦彦さん。彦彦さんだけは、一発で、キャラを体現できたと思うんですよ。ああ。デジロそんな多くないけど、まあ、背もちっちゃめじゃないですか。ちっちゃめなんだけど、やばくて、やばいヤクザ。人すぐ刺せる、殴れる。ちょっと最高的な。でもそれも行き過ぎてなくて、とにかく全身落ち着きがあるわけよ。だからそのヤクザだから。ええ。でも、ほんとね、ステレオタイプとステレオタイプで、トゥーマッチなキャラにしてんだけど、やべえヤクザ。ヒコヨコさんは出た感じ、あ、この人やばいねって、なんかわかる。へぇー。今度は、そのちょっとですね。あったなとは、まあ、すごいみたいな。知ってるからなのかもですけど、やっぱこういう役が出た時に、例えば池内さんって、やっぱすげえ難しい役だと思うんですよ。ただね、顔は完璧なの。なんか、いいじゃない、池内さんの顔って。なんかすごく。素晴らしいですよね。すごくいいじゃないですか。ただね、ちょっと、そのセリフがなんか、
ちょっとセリフのまま聞こえちゃう瞬間が個人的にはちょっとあったな、みたいな。まあ、個人的ですけどね。まあ、演技の話だと分かんないですけど。というようにね、はい、いいね、うん、ノワール映画でございます。なるほど。よかったっすよ。まあ、こんな感じでちょっとお便り。ああ、ちょっとね、はい、ええ。お便りいきます。はい、クロプス感想。はい。立川しろんぺさんです。ありがとうございます。ゴールデンウィークにテアトル新宿で見てきた。天洋さんの復讐劇なのですが、面白かったです、うん。背景を説明しすぎない冒頭、だんだんと物語が浮かび上がる。展開的にはシンプルだと思っていたら後半、かなりトリッキーに。これは予想できませんでした。へぇー。池内万作演じる主人公の篠原さんからまず目が離せない。変な家に住んでるし、うん、急に机をひっくり返すし、そう、やたら食パンを食べるの。うん、でっかい食パンをむしって食べてる。食にそう、でもね、食うまいでも食にもう執着がないわけ。あ、なるほど。はい。何でもいい。そうね、まさかあの食パンが、そう、食パンが後半であんな感じで使われるとはとかも、まあまあ、あるんです。うん、本作で初めて認識する役者さん含めとても良かったです、うん、杉山彦彦さんは自分のイメージしている彦彦さんとは全く違い、初めて見る彦彦さんだったと思います。そうですね、構図も編集もとても凝っていて見ていて面白かったし、ここら辺は剣と数とも似た印象ありました。確かにそうですね。ピクルポス上映後には、大場監督、池口満作さんなどトークしかった、ええ。司会は、ひこひこさん。前日のトークで何かやらかしたらしいひこひこさんは、かなり気合い入れて司会をやっております。なんでだろう。ピクルポスのパンフレットには、大場監督のサインもいただきました。うん、パンフの監督インタビューでは、大場監督が自ら質問者もやっている、というエピソードもなっています。あ、コスト削減のためにインタビューを自分からやった。大場監督の監督作また見たいです。あ、でもこれはもうまた見たいですね。ねえ。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、でもキクロップス、あ、ありました。ジャンキーグラマラさんです。はい、ありがとうございます。ね、キクロップス見てきました。20世紀初頭までフランスで活躍していた画家、オディロン・ルドンの、うん、目が一つしかない容姿の醜い表情を描いたキクロップス。ええ。の、絵画に触想を得た作品ですと。で、入江監督の太陽で助監を務めた、大場紀親監督が資材を投げ打って作ったのです。うわ、そう。それはすごい。で、夕張ファンタスティック映画祭でコンペティション部門でも話題になった作品、うん、ということですが、で、ちょっと話は飛びまして、はい、最近国立映画アーカイブで行われている、深澤健二監督の上映、人間の戦い、広島市東編などの役者映画を見まくっていたので、誠に勝手ながら深澤映画の焼き増しみたいなありがちな作品になっているのかなと心配していた一面もありました。うん、しかしそんな心配は取り越し苦労、うん。韓国のワール映画と日本のヤクザ映画のエッセンスを適切なバランスで配合したような、自主制作とは思えないレベルの意欲作に仕上がっている。わかりますよ。特にこの映画のラストシーンは、そうね。アウトレイジ最終章を意識しているような気もしますと、ね。北の映画に代表される日本のヤクザ映画への、異種返しなどではないかと思わしきところもある。この作品からジャパニーズノワール映画を開拓しようという意志が、ひしひしと感じられ、文化を持ちました。わかりますね。そう、結構ね、わかりやすいオマージュもあるし、それこそ海が出るので、北の映画的な海の情景もなんかあったりするし、そう。ね、個人的にはソルギョングが主演して、うん、日本では昨年公開された韓国映画殺人者の記憶法新しい記憶という作品にとってもよく似たミステリー要素も大好きだったと。で、日本ではなぜか作られることが少なかったノワール映画の分野に、予算の制約が大きい状況下で切り込んでいこうとする大場監督を今後とも応援したい。わかります。上映後のトークショー、確かこの映画の予算は650万円程度だったと言います。少な、うん、少ないですよね。少ないですよ。相当少ないですね。そうは見えないですね。ああ、そうですか。あら、素晴らしいですね。いいですね。ぜひぜひね、うん、見てくださいね。普通であります。はい。つけばしたろうさんです。あ、どうも。LDH。はい。はい。EXILE ね。EXILE の、はい、制作で、高弘さん主演作、僕に会いたかったを見ました。これは、わさおやたたら侍の、西京里、何、すいません、これ名前調べますよ。より吉成かのかな、西氷って言ってますね。西、この漢字の読み方多すぎますよね。西氷だった、西氷だったりですか、西氷吉成監督による、沖を舞台にした話。多分、柳下喜一郎さんが取り上げそうな題材だったので見ました。なんというか、うん、可もなく不可もなくな作品でした。うんうん、
松坂慶子と、小市万太郎がフィクサーでした。あと主人公わけもなく走りすぎ、小市万太郎さんは、あの、初恋にも、あの、息子役で出てたんですけど、小市さんはもう本当にいろんな映画にね、出てて、いや、あの、いい人から悪い人までね、いろいろできる人ですからね。PS、地元パワーなのか、まあまあ入っていましたが、公衆10位圏外でした。まあね、収入、公衆なんてね。そうですよ。関係ないね。こんな感じかな、お便り。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、改めて、キクロプス。はい。ぜひ見て。あ、僕も必ず。ね、見てください。はい。そっか、トークショーの時じゃなかったか、俺。なんか、次ないんですかね。もうないまあ、2週目になっちゃってるからか。5月4日くらいからやってるんだよね、確か。あ、そうですね。3日後がいい。3日かね。もう2週目ですね。ね。とりあえず来週の水曜日まではやってるっぽいです。なるほど。はい、確実に。そうそう。俺見に行ったら、テアトリー行ったら、すげえ猫背で、なんか、パジャマみたいな服着てる人いるなぁと思ったら、今泉力也かって。ガリガリの背のでかい猫背の人がいると思ったら、今泉力也かとか、多分愛がなんだ終わりにありがとうございましたみたいな、一人で階段の上立って、僕が行った時間もう9時なんで、多分愛がなんだ終わりでしたけど、誰もあの人があの映画を作ったのか思わないんですよね。声、小さい声で多分ありがとうございましたみたいな。で僕はあの直接面識ないんでね、あの軽く。えしゃあの、お疲れ様ですって、えしゃくだけして通りましたけど、猫背がすごい。いや、いい。やっぱ、テアトル新宿がいいっすね。でさ、今泉監督、ちょっと論言だったですね、ボブカットみたいな。でもなんかね、あの、短く。その短い感じも、ほんとね、今家出てきただろうみたいな感じがして、最高でございましたけどね。ほんと、最高でございました。テアトル、やっぱいいですね。たくさん俳優さんで。だからもう、愛がなんだを見て、キクロプスを見て、で、よかったら後日あの、隣のピカデリーでね、今初恋やってるんで、初恋見て、いいですね。はい。いいですね。はい。というわけでありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次のコーナー。はい。来週のモテムービーはなんだ？なんだ？このコーナーで来週見に行くモテムービーを決めていきますか。まずお便りリクエストからいきます。はい。お願いいたします。これ、俺もこれかな。ヤンキーグラマルスさん。アメリカンアニマルズ。これはいいですよ、ルックがすでに。アメリカのケンタッキー、州で4人の大学生が自分の通う大学の図書館にある、時価12億円の画集を盗もうとした実際の事件を描いた作品。そうね。そう、聖なるシカゴロシーとかでも出ている、あの、すごい顔のバリー・コーガン君が出てますね。はい、そして、はい。続いては、続いてのリクエストは、私からよろしいですか？コンペイさんからまだありますよ、ね。ああ、そっか。マリルナの明日。ん？インドネシア流西部劇。ナシゴレンウエスタンの、え？と名付けられた、ちょっと今までにない雰囲気のエンタメ。めちゃ見たい。何それ？ナシゴレンウエスタンですよ。ロンペさん、去年の東京フィルメックスで見た、かなりおすすめの作品です。へぇー。東京での女優はいるユーロスペースのみ。あ、ユーロ。マリルナの明日。ナシゴレンウエスタンって最高な名前ですね。めちゃ気になるな、それ。はい。こんなとこかな。俺もアメリカアニマルズ見たいと思ってましたね。皆さんどうですか？まだまだね、話題作ありますけどね。うん。そうですよ。私からいいですか？はい。居眠りはね。ああ。まさかわかんない。はい。はい。いいじゃないですか。時代劇でございますよ。はい。はい。はい。私は、はい、カルベストン。これ、シネマ借りて見に行った時に予告編やってまして。カルベストン？はい。うん。なんだ？イングロリアス・バスターズの、うん、ハリウッド大作にも活動するフランスの女優メラニー・ロランがメガホンを取り、うん、小説なんですね。東郷のカルベストンを映画化。うん。まあ、エルファニングが出てます。あ、エルファニングが主演じゃない？はい、エルファニング主演です。で、ポスター。あれ、タイトル改めてなんだっけ？カルベストン。カルベストン。はい、あ、これ、予告編良かったわ。すごく。気になってました。殺し屋とね。あ、ベンポスターと、はい、
エルファニング。ええ。うん。少女と少女の逃避行ね。ええ。良さそう。あら、良さそう。いいじゃない。そうなの。私、はい。レプリカンズ。あれあいつですね。主演は。はい、キアヌ・リーブス。キアヌの。レプリカンズ。あ、見ましょう。今週どれもすごくいいですね。あ、いいんじゃないですか。個人的にはね、ええ、ナシゴレムナシゴレムエスタンで、ね、ちょっと見たいですね。気になりますけどね。じゃあサイコロ振ってまいります。はい。アメリカンアニマルズもすごく見たいな。じゃあアメリカンアニマルズ、カメリさん振ってください。私も見たい。よっ。あれ 1! あら。珍しい。じゃあ僕、マリルなら明日。3! 居眠り岩根。はい、居眠り岩根が、2! あれ全体的に。ガルメストン。4! おレプリカズー 2! あガルメストン。おわいガルメストン。行きましょう。そう。いやね、これね、良さそうよ。これ見て、めっちゃいいと思う。借りて。はい、シネマ借りて。借りて、好きだわ、私。ですね。これ良さそうよ。借りて好き。あう。ガルベストン。はい。いやね、ぶっきらぼうの殺し屋見て、殺し屋なんだっけ？殺し屋、組織に追われる。そうだよ、追われてんだよね。裏社会で生きてきた、ああ、はい。ヨイはある日、末期がんと診断され、予定宣告を出た。ああ、なるほど、ね。いつものようにボスに命じられて向かった仕事先で、何者かの襲撃を受け、自分は。ああ、わかった、わかった。もう、わかった。どうぞ、もうわかった、もうわかった。何がですか？いいよ、いいよ。はい、なんつかね、逃避行逃避行俺も思った。逃避行映画。逃避行やってないですか？うん、やってない。逃避行もの結構あるからね。うんうん、やってないですね。逃避行映画ディグ。うん。いいんじゃないですか？はい。僕が一番好きなオールドボーイをね、まあ、ここ逃げてはない。うん、あ、でもあれは逃げてない。うん、まあそうですね、あれは逃げてはいない、ね。設定は男女ではあるが、星の離れて、あれは逃げてない。うん。ホワキン・フェニックスが最近やった、なんだっけ、去年の、あれもね、逃げてねえんだ。追うんだ。追っちゃダメだもん。追っちゃダメだもんね。逃げなきゃいけない。あ、ビューティフルデーだ。あれも、殺し屋と助けた女の子、ね、まあ、超似てるけどね。あれもぶっ殺すために追っかけてるからな。逃げないとなんでね。逃避行映画ディグ。逃避行映画ディグ。はい。来週はこちらでお願いします。うん、そして、モテムービーは、お題は、ガルベストンこちらになります。はい。はい、というわけで僕らのモテるための映画設定メルマガ毎週水曜日マグマグそして木曜日ニコニコチャンネルより配送しております。登録初月は無料で読み放題になっておりますので、まずはお気軽に登録してください。よろしくお願いします。ね、このポッドキャストは無料で公開中。はい。で、YouTube チャンネルも開設しまして。え、うん。4本ぐらい撮ったっけ ?3 本。4本ぐらい撮りましたかね。で、この後もだから、はい、まあ、随時アップ。はい。で、また新しいものもね、撮影したりね、したいと思いますので、はい、そちらも合わせて。あれですよ、チャンネル登録お願いいたします。お願いします。いや、確かにこれ言いますよ、ね、いや、まさかね、このセリフを言う日が来るとは思わなかったですけど。で、この後は、その有料メルマが読んでくれる読者様限定で、ラジオの延長戦やりますが、はい、まあ、キクロプス、まあ、結構喋ったけどね、うん、の話をしつつですけど、ええ、まあ、最近それぞれが見た映画。あ、そうですね。だから俺はね、ちょっとね、その初恋。初恋の話もね、チビがいなくなりましたからね。これもね、すごく面白そうなんで、もう少し深く聞きたいし、ええ、その愛が何だとのつながりもね。うんうんうん。あと、カメリさんも見たドントウォーリーとかね。うん、はい。あ、そうか、ドントウォーリーね。軽く触ったりとかね。で、あとは、ディグ、みんなのディグは、悪夢映画ディグでしたね。悪夢映画ディグ。はい。になりますね。ええ、まあ、こちらざっくばらんに語りながら、はい、やってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今週こんな感じで、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。